せーの、金曜日のシュカシューン。FRI フライデーナイトのシュカシューン。FRI from 大阪シュカシューン。ハッピーナイト Always everybody ハッピーナイト。金曜日の夜はシュカシューン。はい、ということで、本日は私ヨンとマナとルナです。よろしくお願いします。悲しい感じで言ったなんで悲しいか私には分かりません。私にも分かりません。分かりません。はい、今回もですね、ラジオ番組獲得を目指して毎月金曜日にお届けする、毎月金曜日にお届けする毎月のどっかのタイミングの金曜日でお届けする、はい、大阪春夏秋冬の YouTube ラジオ番組でございます。はい、さあ、まあ今日はね、まだ11月なんです、撮ってんのは、うんうん、なんか半ばですね、うんうん、調子はどうですか。ああ、まあまあ、ええですよ。ええですよ。ええです。なんか久々ですよね。なんかしかし、結構。いつぶりって感じ合うん、合うん自体さ。1週間ぶりくらい。言いすぎやって。だって合ってないで結構。ほんま ?1、2、3、4、5。1週間ぐらい合ってないやろ。7日ぶり。ミーティングぶり。あら、ほんと。めちゃうわ、そう。ゲーゲー。ほんまやわ。ファンの人との方が。喋ってんじゃん普通に。いや間違いない。なトークポートとか、あ、音声とか電話したし、あ、私も電話したな。いいの、なんか結構相談とかされたりとかあれいいよな。でもな、うん、なんかもう可愛いなみたいな。ほんまに可愛いよな、うん、愛おしい、愛おしいよな、うん、でも後でさ、なんか、うん、ああこんなに高い。いやほんまにさ、間違いない、な、自分らでも思う、間違いない、なんかこんな払ってくれてるんやって、ほんまになる。ありがとうございます。震えが止まらん。ありがとうございます。でもね、来年からはちょっと少なくなるねんな、回数というか、うんうん、あがなっちゃう。ネット系のあれがですね、うん、そう、会えるようになってきたんで。そう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 、やっぱライブで会ってその後、特典会じゃないけどね、そうそうそう、こうおしゃべりできるような形になっていくんじゃないかなということですかね。はい、それ忘れる楽しみですね。そうですね、うん、特になんか最近ないかも。ある、私何かあるかな私何かなんか寒なってきたなってぐらい。待ってたりよ。あ、ごめんなさい、 LINE 来ましたしかもシンシーちゃんと着ないモードにしてください。いやいや、しませんよ真面目ちゃん、うん、いやいや確かになんか声かすれてますか実はこの人、今お昼の12時23分なんですけど、うん、うちのトーク担当、氷結飲みながらラジオ撮ってます。違うんです、飲み物はこれしかなかったんです。おめでとう。悲しい。え、最近なんか肌の乾燥すごくて、見てもらっていいですか。見て、デコ。え、伝わらんで、いや、元々伝わらんでラジオ。いや、肌の乾燥が、うん、で顔の乾燥がやばすぎて。え、でも乾燥やばい。え、なんか起きた時とかパキってなって、うわ最悪。え、だからまだ暖房とかつけてねえし、うん、何もしてねえのに、なんかめっちゃパキって、ガチうぜえみたいなおめえがうぜえみたいな、足がうぜえよな。だからなんか結構あの今日、うん、あのネットでスクラブとか、あ、なんか温暖マカッサとか、あとなんかボディオイルとか、ボディオイル関係ない、いっぱい頼んで、なんか美容になんか特化しようかなみたいな感じの冬を過ごす準備満タンって感じなんですよね始まってるけどな冬はもう、うん、あ、でも年末ですよねこれ上がるの、うん、違う2週目とかよ。じゃあクリスマス前前前、あ、え、まなちゃんが24歳になりました。おめおめ、あ、えおちゃんもおめ、もう先にね、はい、おめおめ、うわ、どうですか。はあ、まだ迎えてないねんけど。何したい24じゃん、じゃあ。24歳、うん、でもなんか、23までとはやっぱ違うなって感じはする。うん、まだ23やけどな、うんうん、今は。ああ、なんでなんで。なんかさ、世間的にも、マナがこう今まで見てきた、うんうん、想像してきた大人の図が、23まではまだギリなんか、なんかキャピーとか、はいはいはい、みたいなんて言うんだけど、24になってきたら、その部分がちょっと多すぎたら、なんか自分的になんか、成長が足りひんなって思うようになっちゃうかも。なんかしっかりしななって思う。
なんか一節目みたいな感じね。なるほどなるほど。一節目かな。はい、はいはいはい、じゃあエヨンちゃんどうかな。あと一節目って何？節目やろ。何人つけてるの？はい、二節目もあるの？あるの？そうそう、はい。私はそうですね。エヨンちゃんどうかな。仕切ってるんですよ。あ、そうなんですか。ちゃんどうかな。24歳、まあそうですね、うん、まあ、去年より、はいはいはい、あ23歳よりね、あの、うんうん、キラキラとして、あ、うん、あれあのスワロス好きなよ。あ、いいですね。何カラット、何カラットっつってやっていきましょう、うん、何カラットでいきますか、姉さん。3000。知らん人や。すごい、すごい。知らないんですか。カラット知らん人の舞台や。そうですよ、まあ、ちゃうね。頑張ってくださいよ、24歳。24歳になりたいね。え、もう24歳になりたいと思ってた、24になるまで、うん、でもなりたくなくなってきた。 なりたいっていうか、24歳の時の自分がどういう風になってるのかが、うん、あの見てみたい。なんか見てきた大人みんな24が一番楽しそうやってんな。わ、うん、かる。なもうだから楽しまな、うん、マジ楽しまなみたいな。楽しいまあみたいな感じ。マジそんな感じ。これ編集誰がしてくれる言うの、まあ、困るでこんな。24歳もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速コーナー行くんですか。コーナー行きますよ。はい、まず最初のコーナーはじゃけんコーナー。早いじゃけんコーナー。早いってじゃけんコーナー。何ていうか分からん。ほんまにね、光の速さで時間は進みますから。、うん、まああのてめえたちの、お悩みを、はい、きれいさっぱり、除菌するというね、うん、まあコロナ対策の企画となっております。はい。まあ除菌しますよ、解決。今年こと今回も、はい、はい、お願いします。リーダーリーダーちゃうし。あ、間違えました。お願いします。ちょっとお悩みをね、え、いっぱい来てますか。まあぼちぼち来てます。ぼちぼち来た。ファンクラブと、うん、あのインスタグラムのストーリーでね、うん、募集してるんですけど、今日はあのレッドスターさんから来てますか。来てますね。今日も無理やり悩んでくれてます。ありがとう。じゃあレッドスターさんから行くか。いや、うん、大丈夫です、無理やり悩んでるんで。確かに。あ、だからあれですよ、もう悩み事がないです。ですか。あの4行送ってくれてるんですけど、うん、挨拶で2行ぐらい使ってます。寒い日々が続きますが、ブルちゃん、マナちゃん、エヨンちゃん、こんばんは、いかがお過ごしでしょうかって。元気だよ。でプロ野球は、実はこのまま読みますね、うんうんうん、プロ野球はセリーグはヤクルト、うん、パリーグはオリックスが優勝し、うん、CS 日本シリーズを残すところとなり佳境を迎えております、うん、我が阪神タイガースは、うん、大阪の方なんですけど、我が阪神タイガースは今年も優勝できませんでした、うん、どうすれば我が阪神タイガースは優勝できるのでしょうか。来年17年ぶりの優勝に向けてアドバイスをよろしくお願いします。野球選手だと思ってる私のこと。新庄とかだと思ってる。監督ちゃうよ私。いや、あのしゃあないこれは。タイミングもあるでしょうに。そんなん言ったらね、うちの巨人もね、今年はね、みんな怪我したりとかね、運が悪かったと思ってます私は、うん、そういうのもありますからね、うん、まあ、いけるんちゃいます。結構盛り上がったね、阪神今年、うん、ガーッと初めの方行ってた、うん、私、うん、あの後半もあの CS の時もちょっとここで行ったらバーコン決まるんちゃうか、優勝するんちゃうかみたいなのありましたよ。まあでも今年はね、あのオリックスがね強かったし、ヤクルトも強かったね、うんうん、弱い部分がね強くなったからね全部ね、そんな阪神タイガースも弱いところを強くしていきましょうっていう話。でも阪神タイガースさんはよそみたいになるけど、でも強いですよねやっぱり、うん、強いし、今年はね期待の新人の照明タンがね、照明タンがめちゃくちゃホームラン打ったけど、まあ三振王とも言われね、ホームラン打つ代わりに三振もめっちゃするっていう、うん、あ、なるほどね。それで途中出れてなかったんやけど試合には、うんうん、まあでもそれでもねやっぱ打つときバーン打つしね、やるときやろうとかですか、うん、巻き返しはすごいかっこいいですね。でもなんかいいですよね、なんかそう元気をもらうじゃないですか。もらえます、うん、ね、なんかまあ優勝とかもすごい大切だなって思うんですけど、うん、でもこんだけこうなんか一喜一憂できるもの、うんうん、確かになんかすげえなって。負けも含めてエンターテインメントも、うん、うわありがとうベースボール。サンキューサンキュー、ありがとう、ホームベースに帰ってこい。はい、ありがとう。はい、次は、大阪府赤帽子さんからです。ん
レッチャンじゃない？なんか赤いな、また赤いな、大丈夫？カタカナで赤帽子やから、そう違うと思う。はいはい。どんな時でも人見知りで自分から話しかけるのが苦手です。ね、どうしたらいいですか？教えてちゃー。あら、タムケンだ。タムケンが来てた。タムケンさんが。タムケンが赤い帽子かぶってんのかな、今日は。今日は赤い帽子でせっかくのヘアセット隠してるのかな。何やねん。何忘れた。じゃあ、人見知りやな。ああ、人見知り。自分から話しかけるのが苦手って。話しかけるの。どういうことでしょうか。だって別に話しかけなあかん必要がなくない、うん、なんで話しかけようとして誰に話しかけたいん、うん、あれちゃん一人ぶっち嫌なんちゃう、もしかして好きな人おる悩み聞くよそういう問題ちゃうやん絶対普通に人見知りな、うん、あれあのだから注文あのご飯とか食べに行ってさ頼んでないやつとか来たらさあはい、ありがとうございますとか言ってた食べるんちゃう、それってさ、たまんないやつ来たやつってさ、うん、お金ってどうなる、伝票にもし入ってたらそれ取られるけど、うん、そのほんまに何もあの店員もミスで普通に置いてるだけやったらまあ、ただ飯、へえラッキーってこと、そう、うん、でもどうせ一番嫌いな食べ物とかやったら、イカ食べれへんのにイカの照り焼き、イカの照り焼き美味しそう、美味しそうやね、うん、そんな普通に人見知りなんで、でも人見知り代表がおるやん、ここにさ、もともと人見知りやったよ、学ぼう、うん、そう、めっちゃ人見知り、今も人見知りやで、でもルナも人見知り、一人やったら無理絶対やん、もう一人やったら無理、一人やったら、みんなティッシュっていけるけど一人だったら無理だよ、無理だよ、ね、でも逆かも、まあ、一人の方がいける、え私たちの目を気にしてる、ね、違う、なんか友達の友達とか、うん、ちょっと関係性ある人と喋るのが一番苦手で、あ、それはわかる、ちょっとわかるかも、なんか全然知らん人は、なんか別にまあこの人と仲悪くなってもこの後会えへんしとか思って喋るからさ、ああ確かに、それであの自転車こいでるとき思うな、あもう二度とこのすれ違った人とは多分会わへんやろうしと思って大きな声で歌を歌う、わかる、めっちゃわかる、変顔してみたりとか、めっちゃわかるちょっと踊ってみたりとか、あ、イケメンとすれ違うときはやりませんよ、さあなんかこの人と一緒合わないと思ったら寂しい自転車で巻き返して追いかけるウィンクしながら追いかけちゃう、そりゃそうでしょ、うん、人見知りはもういいんじゃない、でもなんか克服しようとせんでいいと思うけど、うんうん、なんか、うん、確かにその垣根を越えても話しかけたいって人が出てきたら、うん、話しかけたら、うん、それはそういうことやね、うん、きっと、うんね、頑張れよ、頑張れ、迷うことなんてね、大阪府ラジオネームサンドの飯よりマナが好き、 あ、 ありがとうございます、ご飯食べよう確かに食べてほしい、うん、エオンちゃん、マナボー、ルナちゃん、こんばんは、はい、こんばんは、大至急3人に除菌してほしいことがあり、おー、どないした、初めてお便りさせていただきました、ほんまにありがとう、ありがとうございます、除菌してほしい悩みというのが、来月12月のクリスマスに大切な人にプレゼントを渡したいのですが、クリスマスってどんなものをプレゼントしたら喜ばれるんでしょうか、よければ女性目線の意見をください、あともしよかったら3人がもらったら嬉しいものやこんなサプライズされたら嬉しいなどあれば聞きたいです、うん、恋バナっちゅうことでいいのかな、ちょっと待って、これサンマのさ、はい、サンドの飯よりもなんかサンマなサンマのさサンマだみたいに、いやこれサンマのもしかしてさ、うん、これプレゼントどういうのがもらったら嬉しいとか聞いて、うんうんうん、渡そうとしてんじゃねだってまだ誕生日やしな、まだに渡そうとしてんじゃね言いにくいね、まあでもなんかクリスマスにさ、こうなんかサンタさんがやってくるってやっぱ夢やん、夢、女の子、まあ子供の頃からの夢でもあるし、うん、女の子は永遠の夢みたいな、うん、永遠のフォーエバードリームみたいなところがあるので、なんかこういう、こういう話は約7分ほど盛り上がりそうな予感そうですか、そんなにですか、いやけどな、そうですね、じゃあまずなんか女性的に今マナたちとかじゃなくて女性目線でクリスマスどんなものもらったら嬉しい、だって関係性によるくない、ちょっと違う、やってないのにさ指輪とかもらったら気まずいやん、確かに、どこにはめたらいいってなるやんか、じゃあ誰の設定でいく、そのまだ付き合ってなくてとかやったらみたいなとこあるやん、あでもさとかもう全く全然そういうのじゃない
ぐらいやったらさ、なんかそう入浴セットみたいな方がいいやん。パックとか、ね、そうそう。あ、じゃあ3種類出せや。うん。全く興味ない。興味ない。まだ全然何でもない関係性の。何でもない男の子。うん、はい、やったら確かにラッシュのバスボムとか、そうなんだ、それこそボディースクラブとか、うん、まあ、パックとかが嬉しい、その辺やだから、うん、ちょっと使える系のやつが嬉しい、うんうん、消費できる系ね、うんうんうん、確かに。で付き合う前の両思い、あ、うん、彼氏じゃない両思い、ちょっと待って考える考える、何がいい、そんな何もらっても嬉しい、まあ、そんな確かに。え、でもなんかお前が欲しいってキャー、下に電気あった。でもアクセサリーとかでも嬉しいんちゃう？嬉しい。嬉しい。それでなんか、確かに。なんでお揃いなみたいな。嬉しい。やった。なんだ。付き合うみたいなとかでもいいし。だってさ、付き合う前の両思いやったらクリスマスに告白してよってならん。うん。逆に。でも毎年記念日クリスマスやったらさ、確かに。そうやったら1日ずらした方が2日間記念日なんじゃん。でも2日間でもさ、絶対一緒やって。まあ、またね。あ、でもあれはあの、クリスマスコフレとか。ああ、コフレね。いいね、うん、あれ。自分で絶対買わへんやん。そうそうそう。買わんも。高いもん。うん、もらうのは両思いとか。確かに。いいと思う。学校とかでもなんか私嬉しいんちゃう。今の子なんてストーリーにさ、そうそうそう。クリスマスコフレ載せたりしてるの。うんうん、なあ、いいよな、うん。みんなストーリーそうやで。ストーリー機能どうにかしてくれよな。はいはい。え、ほら、付き合ってたら？え、ルナ、これあんねん。はい、はい。これは、その、この後のサプライズの、どんなサプライズっていうのもあって、うんうん、プレゼントは、まあ別に何でもいい、うん。その、何でもいいねんけど、その、やっぱさ、サンタさん来るのって起きた時に探して会ったら嬉しいやん。うん、いや、子供の頃って、うん。でも大人になったらやっぱそういうのがなくなるから、うんうん、パって起きた時に枕元に花束とか。あったら、じゃあイブから泊まりだ。うん。泊まりで、うん、なんか起きた時にバラの花束とかがあったら、あー素敵かも。なんか、みたいな。バラの花束最高やな。最高、結局花って嬉しいよな。バラの花めっちゃ嬉しい。うん、ほんまに。そう、なんか起きた時にっていうのが嬉しいかも、ルナはな。確かにね。何でも嬉しいな。うん、起きた時にやったら。とか、うん。かな？確かに。なんか嬉しいかな。何もらったら嬉しいかな。さ、クリスマスとかってさ、うん、まあ、それこそ24になるけどさ、うん、大人になるにつれて正直なんか大きいイベントでなくなってくるやん。うんうん、あー。でもそう？多分な、しかしんな、あの、若いねん、精神年齢が。なんかいい意味でもある。でもさ、街とかがさ、なんか煽ってくんじゃん、うん、色気づくよな、うん、だし今年 PR 大使やってっし、うん、確かに、なんかうちらが盛り上げないとじゃねってなるんだよね。そう、だからなんかそのなんか世間友達とか見てたら、あ、うん、なんかそんな大きいイベントじゃないんやって最近思うんだけど。うん、そうなんや、うん、でもなんかそのなんかちょっとでもなんかイベントにしようって思ってくれたら何でもいいかも。あ、なるほど。ケーキ買ってくるとか、お酒着替えやなとか、今日はちょっと早く帰ってきてケンタッキー一緒に食べようとか。ああ、そういうの嬉しい。しかもケンタッキーとかってさ、事前に予約しとかの無理やん、あれ。そのケンタッキー、クリスマスって。うんうん、そういうの嬉しいよな。嬉しい。まあ、チキンはいいな。嬉しいよ。ケーキがいい。とか、なんか帰ってくるときにさ、なんか、帽子かぶって帰ってかわいいとかみたいな。確かに。そんな、初めの頃だけか。どうしたん急に。でもそう、そうかもね、うん、みんなの言う通りかも。だからなんかお揃いのえ、お揃い嬉しい、パーカーとか、うん、うんうん、お揃いのスニーカーとか、うんうん、真っ白のお揃いの指輪とか、うん、お揃いの指輪買ってアメリカンディ。いや、ほんまにお揃いが聞くなら、かなり嬉しいよ、ね、うん、嬉しいんじゃない。その男の人が恥ずかしげもなくっていうか、やってくれるのが嬉しい、うん、そう、あのクリスマスっていうのがよくない。うん、確かに誕生日とかにお揃いも嬉しいけど、なんか、うん、誕生日より分かる、どっちかがあげる行事じゃないやん、クリスマスって、うんうんうん、あ、誕生日やったらさ、それで2倍にできたやってことじゃん。違う、やらしい。で、お互い同じ値段の同じものを買い合うってことやろ。そう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 、サイズ違いの、うんうん、とかね、あ、かわいい。どっちかのための行事じゃないから、うん、分かる分かる分かる、わーい、メリクリ。付き合ってからはやっぱお揃い系じゃない、うん、付き合う前のお揃いはちょっとさ、うん、気まずいやん、いろいろ。だってもしな、うまくいかんかった時な、ちょっと重いし、ちいらなあかんや、うん、確かに。なファンの方から何もらったら嬉しい。
あ、もう書いてる。何でも嬉しいよ、そんな。嬉しいな。何でも嬉しい。今、直接聞かれた答えるようにしてます。うん、最近は。じゃあ、今年の冬狙ってるものとかある？ほんまにないねんな。何でもいい。うん。冬狙ってるって何だ？この、オフレやん、もう。違う、この冬ゲットしたいアイテム。例えば、ああ、そういうの。あ、ダウンとか。そう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 。そうそうそう。マフラーとか。うん。そっち系で。あ、もうないか。何何？ちょっといい傘を買いたいなと思ってる。なんかビニール傘しかなくて今家にない、うん、ちょっといい傘やったらなくさんでやろ。やし、そう24になるか、まあいい大人になりたいわけ、うん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 、ちょっとなんかその服バチバチに決めて、うん、ビニール傘ちょっとなんか、うんうん、ちょっと惜しいなって自分で思っちゃうね、うん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 、からなんかこの傘持って楽しくなるような傘持ってる。あ、いいね、深い深いちょっといい傘か。二人は？なんやろ。何やろ。この冬？うん。冬って難しいな。冬別に。冬じゃなくても。じゃあ24になるからとか。いや別にないっすね。でなあれかも。あの顔乾燥してるから。あの加湿器。あ、加湿器。あのスチーマ。スチーマいいな。スチーマかな。今またいいの出てるらどうせ。が欲しい。進化しよるけんね。ほんま乾燥、顔乾燥してるから。わかった。あるあるあるわ。欲しいもん。これガチ言っていい。はい。いい炊飯器。なんで？米食いて。いや、でもめっちゃわかる。やっぱりいい炊飯器で炊いて、多分普通の炊飯器で、ね、うちの炊飯器。そんな別に特別。まあそんな安くもないやろうけどいいやつやとは思うんだけど、うん、なんか調べたらいっぱい種類あるやん、やっぱり、うんうん、でなんかいろんなことできたりとか、うん、釜炊きみたいなとか。え、釜炊きが一番おいしい、だからな、多分それで育ってるからあそのお米に厳しくなっちゃった。冷めたお米がちょっと苦手、食べられへんとか、うん、べちゃ米食べられへんとか、うん、なっちゃってる。いや、そうやねんな。でもマジで炊飯器は大きいと思う。そう、あのさ、あのバイトしてるんですけど、うんうんうん、焼肉屋で、うん、そこの米がマジ一番うまい、ね、うん、ほんまに、うん、でもあれは米もうまいね、なんか米もこだわってるらしくて、うん、あの言ってたよ店長さん、あのエオンに米食わせて、この間お米なかったから、うん、あの友達の店長さんの友達の店が近くにあるねんけど、うん、そこもらってきたら、ここの米はまずいって文句言いながら、うん、まずい、まず怒ってたわ。まずいとは言ってないけど、その進まんかった、そこまで。あ、そのそこのほんまに場先のバイト先のお米やったら、うん、あの米だけで3倍とかいってまう、ほんまにリアルに、この前2合ぐらい食べてしまったんで、ほんまに男やん。そうやね、男盛りやね野球部野球部ですだからだからいい炊飯器欲しいな。あ、確かに。で、米炊きたい。うん、そうかな。釜炊きをではお願いいたします。お願いいたします。はい、人の名前を覚えるのが苦手なのですが、ファンの多いシカシュンの皆さんはどうやって覚えてますか？わかる。でもすごい苦手。感覚。うん、でもわかる。感覚だな。そうかも。だからここに来て予習と復習が大事なんやなって気づいてる。あー、まあ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 。なんかネットサイン会とかさ、うん、ツイッターとか、うん、会えるより SNS で交流するのが増えたやん。だからSNS で初めましてして、うん、名前予習して、うんうんうん、会った時に何々だよって言ってくれたら、うん、あー、わかるわかるなるし、その後今日何々だったよみたいな、うんうんうん、後からくれたら、うん、覚えやすいよね。確かに。予習と復習があるから、うん、めっちゃ見せてくるやん、画面どうで。でもやっぱなんか会いに来てくれるのが多いとか、うん、コメントしてくれるのが多いとかで覚えるかな、うんうん、確かに。これはほんまにリアルにやってるから、もしかしたら当てはまる人は、あ、私のこと若干覚えきれてなかったんやってなるかもしれんけど、うん、後で今日撮った写真送っといてって言ってる時は、認知するために送っといてほしくて言ってる。あー、わかる。あ、この名前の人とこの写真の人、あ、この人がこうやったんやっていう。あー、確かに。そう、だから名前聞き取られへんかったりとかたまにするから、うん、耳悪いし、あるしな、うん、そう、シールドみたいなのあるからさ、あとほんまに耳悪いから何も聞こえてない時あるから、名前が、いや、最後ねえねしか聞こえてない時あるからだからそういうなんかね、紐付ける何かがあったら、うん、確かに覚えやすいかも。とかなんかめっちゃ印象的なことするとか、初めましての時にたまにさ、しかしの特典会の時とか、うん、あ、そう、全員ショットで撮る、だから5人並んでて1人お客さんが来て喋るみたいな時に、うんうん、
めっちゃたまに変なことする人とかおるやん、うんうん、そのいい意味での確かに確かに、うん、それの人とかは印象的で覚える覚えるないいかも。ということで、はい、まだまあ お悩みとかあればよ送ってください、うん、送ってください。待ってるわ。今回もありがとうございました。今日もありがとうありがとうございました。うわでそう、あんたいい加減にしよ聞こえましたか。聞こえんわ。あれでででで言って、スクープ探検隊ですよスクープ探検隊、スクープ探検隊。いやいや古いいや知らんやん全然2人ともあなんかさ、ルナもルナやけどさ、あいしか言わへん。マナもマナやしさ、マジカオスカッカッカオスはいはい、何喋るんですか。これは芸能のことですか、うんとか、まあいろいろ、はいはい、言っていいですか、言っていいですか、こまちゃん結婚おめでとう。それみたいに言ってる。おめでとう。マジで、あの発表あった次の日なんですよ、これ撮ってんのが。もうほんまにおめでとうございます。普通にビビってんけど、もうめっちゃ幸せ。バイト中やったしルナが幸せな、うん、え、幸せですよ。だって本当に私大ファンですから、小松菜奈さんの。やばいよな、でも、うん、で、なんかやっぱその菅田将暉さんとのダブル主演とかのカップルのやつね、うん、カップルの意図ね、まあ、作品が全て美しくて好きだったんですよ、うん、確かに美しいっていうな、全て美しい、目の保養みたいな、うん、だからなんかその、まあ、熱愛が出た時から、うん、みたいな、うん、嘘ってなってたけど、うん、本当にゴールインしちゃうんだと思って、すごい、ね、めっちゃ幸せ、嬉しいなと思って。しかも菅田将暉さんがその発表した夜のラジオがあってんだ、うんうん、あ、オールナイトニッポン、うん、そうの時にもう指輪はまっとった。あー、してた、指輪してた。しかもラジオで泣いてたらしいで。え、俺幸せだってあんま聞けてないか分かんないけど、聞けてない。なんかいいですよね。いいよね。なんか純愛って感じがして。素敵。なんか夫婦ともどもよろしくお願いします。そう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 。車降りて、でもさ、車、あの車降りて、あとさ、全然扉閉めれてなかった。なんかアルファードみたいなので来てんけど、なんかピッ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 ピーみたいな、あるよな。でもたまにあれめっちゃテンパってんじゃん、かわいい。だって家帰ったらおんねやろ、どういうこと。お互いな、うん、前から一緒に住んでたかもしれんで、それで、もうほんまに無理。暖かくなるな。あったかい、マジであったかい、本当に。子供とか絶対かわいい。天才。なんか TikTok で回ってきてんけど、うん、なんか顔、ゴー、スノーのさ、スノーのやつね、そう、子供、なんか子供の、うんうん、顔予想するみたいなやつあって、うん、TikTok でやってる人おって、うん、めっちゃ可愛かった。へ、絶対可愛いよ、あのめっちゃ可愛い。可愛いな、まあ、どこ撮っても可愛いもん、うん、いいな。なるべく多く産んでほしいもん。だってもう、分かる、いっぱい遺伝子残してほしい。で、その遺伝子と私は、あ、無理ですよ。いつかね、無理ですよ。大丈夫ですか。いやらしいですからね、はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ほな、12月はあのツアー回ってます。はい、12月ですね、5日じゃない、4日に大阪新活のシンガロングをもう一度をリリースいたします。ありがとうございます。それに伴ってですね、ツアー回っております。12月5日大阪、ありがとうございました。10日、名古屋ラットホール、はい、そして12月のね5日に、はい、はい、あ、違う、え、じゃあ1月ねえすいません、ねえさ、すいません、もう汗かいてきてますが、1月の5日にですね、東京のね、ツタヤオークレストでですね、ツアーファイナル、んツタヤオークレストじゃない、でもこの時スポティファイオークレストかなんかで、ちょっとやめてくださいよ、クレストで、うん、あ、クレストで、うん、渋谷のね、はい、やります。はい、ぜひ行きます。はい、はい、まだもうこの時にはもしかしたらチケットはないのかな。お、なんかね、あ、ないんちゃう、発売してすぐ、うん、まだ確認が取れてないんやけど、うんうんうん、ファンの人曰く、うん、あの東京とかのファンクラブのがすぐ速完したって。ああ、やっぱりね、そうそう、ありがとうございます。まあでもほんまに12月1月ね、はい、あの言えてないだけで結構イベントとかも決まってるんで、そうなんです、うん、会えるようになるなんで、うん、いっぱい今年も短い時間ですが、はい、会えたらなと思います。私ね、良いお年をね、あの滋賀でやるからね、滋賀で来てね、うん、ほんまや、滋賀で待ってる ね、ほな、あの最後はみんなで、あの、あ、一本締めしようか。ちょ、もういいけど、はい、一本締め大丈夫ですか、うん、はい、じゃあすいません、一本締めの動画の方でやる、はい、確かに、再来週見てね、再来週の動画の方でやります。再来週も1年間ありがとうございました。ありがとうございました。そんな、いや、面接の感じやったね、面接の、ごめんなさい、もう
新入社員かと思ったらありがとうございました。ごめんなさい、ごめんなさいね、失礼しまして。1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。まさにもうすいません。来年もどうぞよろしくお願いします。皆さん良いお年を。お年を。